10月21日、対巨人 CS ファイナル第6戦に勝ち、日本シリーズ進出を決めた時の DeNA、三浦大輔監督 DeNA は22日、三浦大輔監督50が就任5年目となる来季も指揮を取ると発表した。三浦監督は球団を通じ、リーグ優勝を果たすことができず、悔しい思いと同時に申し訳ない気持ちでいっぱい。それでも、続投要請をいただき、来年こそはと気が引き締まる思いとコメントした。就任1年目の2021年は最下位に終わったが、22年は2位、23年は3位。今季は3年連続の勝ち越しとなる71勝69敗、3分けの3位で、クライマックスシリーズ CS に駒を進め、17年以来7年ぶりに、日本シリーズ進出を果たした。難波智子オーナー62は指揮官の手腕を評価。CS について気持ちを前面に出した集中力の高い戦いぶりはベイスターズの可能性の高さを示唆するものだったとコメント。この可能性をリーグ優勝という結果に結実させることを絶対の目標として来年も指揮を取っていただくと続けた。プロ野球日程。